そんなことはない。別に隠してもない。別れよう。頼む。何も言わずに俺と別れてくれ。何もない。お前にもう飽きたんだ。そんなことはない。俺の欲しいんだ。どうしてもだ。嫌いになったんだ。ごめん、今までありがとな。俺は守れたのかな。たった一つ見つけた恋を俺なりの形で
一緒にいられなくても、せめて彼女を見ていたいと。そんなささやかな夢を見るくらいは、許してもらえないだろうか。恋に溺れて、沈みかけていた俺たちは、そのまま共に沈むことを許されなかった。離れ離れにならないように助けられた。助けられて初めて俺は気づいた。いかに周りが見えてなかったか。ごめんな。お前にできることは何もない。何も話すことはできない。コトニーいる？あ、君も一緒だったの。ちょうどいいところに来たな。行く。あとは任せた。春樹先生のことだよね。少し前、春樹先生と君とのことが噂になって、教頭や校長たちがそれを問題にしたんだ。春樹先生が呼び出されて、事実確認された。本当なのかって何度も聞かれたらしい。でも決して春樹先生は君とのことを話さなかった。それにもかかわらず目撃した生徒が出てしまったんだ。それにはコタニーが関わって無事に解決したんだけどね。きっとコタニーは立場上話せないから今日僕を呼んだんだろうね。春樹先生は今後君に個人的に接触しないとコタニーに約束して、君もお咎めを受けそうになっていたところを助けてくれたんだ。恋にはね、ルールがあって、初めて恋をする人はこのルールがわからなくて恋に溺れてしまう。君たちは初めての感情にまっすぐになってしまっただけだ。誰も悪くないよ。君は悪くないよ。誰も悪くない。今日は僕の胸を貸してあげるから、思い切り泣きな。小太郎先生、ちょっと話が。
おい水島、お前何こいつを泣かせてんだ。春樹先生が悪いんですよ。てめえ、絶対許さねえ。違うって、何が。とにかく二人で少し話した方がいい。僕は席を外すから。それで、どうして泣いてたんだ？言えるわけないだろ。お前に余計な心配かけたくなかったんだ。俺がお前を迎えに行ってもいいのか？お前を思っていてもいいのか？そうだな。当たり前だろ。俺もお前が好きだ。お前を愛している。だから、別れよう。また未来に一緒になるために。今は辛いけど、お別れだ。こんなに笑顔で別れ話するカップルは、俺たちくらいなもんだよな。何度もしたキスだけど、今のが一番自然にできた気がするな。約束のキス、またお前と一緒になってたくさんキスするための最初のキスだ。
ああ、もちろんだ。お前を大事に思う気持ちに変わりはない。あいつと別れてから気持ちの整理はまだついてない。というよりつける暇を自分に与えなかった。仕事に没頭すればあいつの前でも教師でいられる。そう自分を戒めた。次は移動教室か。今のうちに人数分の双眼鏡運んでおくか。おう直し、ずいぶん荷物抱え込んでるな。家出少年みたいだぞ。次の時間俺授業ないからさ、時間あるときに備品の手入れしとこうと思って。直し、あんまり無理はするなよ。無理なんかしてないさ、大丈夫大丈夫。小太郎先生スーツってことはこれから理事長室に行くんだろ。途中まで一緒に。歩き出そうとした瞬間足が動かなくなった。廊下の向こうに仲間と歩いてるあいつの姿が見えたから。ナナミのやつ、そんなことでブータれてたわけか。ナナミも可愛いところあるじゃん。まさかそれが原因とはね。そういえば寮のメールボックスに貼り付いてるナナミ、最近よく見るなって思ってたんだよね。相当気になってたんだね。ナナミって結構寂しがり屋だよな。なんだかんだ言って仲いいからな、ナナミとトモエは。トモエが転校してきたばかりの頃は毎日喧嘩しまくってたもんね。その度にトウズキが弁当で釣ってなだめて、見てるこっちはめちゃくちゃ面白かったけどな。あいつが笑ってる。なんだかそれだけで元気になれた気がする。俺がいなくてもあいつは穏やかで楽しい毎日を送ってるんだ。寂しくないと言ったら嘘になる。だけど今はこれだけで十分だ。直しじゃん。直し、何その荷物、家出とか。ああ本当だ、小さいのにそんなに頑張って荷物いっぱい持っちゃって大丈夫？ちげえよ、つうか廊下で騒ぐんじゃない。うるさいからお前らだってすぐに分かったぞ。いつもはそこに直しも加わってもっとうるさいだろ。注意に説得力がないな。もっともなご指摘です。なっ、なおちゃん先生、こたちゃん先生に言われちゃってるよ。なおちゃん怒られてやんの。イエーイイエーイ、反省しろ。やかましいわ。ほら次は移動教室だろ、急げ急げ。はーい。あいつはにっこり笑うと俺にちょこんと会釈をする。俺も多分いつもみたいに笑えたと思う。ほんとだ、気づかなかったら危ないところだったぜ。ありがとな。おい、置いてくぞ。おう、授業中寝るなよ。頑張れ。
もう一度笑顔を交わすと、俺たちは反対方向に歩き出した。お互い教師と生徒として歩き始めた瞬間だった。一度だけ振り返ると、あいつの小さな手が目に入った。付き合っている間、何度か繋いだ。優しくて安心させるぬくもりがそこにはあった。それを話さなくちゃいけなくなる日が来るなんて思いもしなかった。あの頃、そんなに時間は経っていないのに、もう遠い昔のように感じる。不安はある。でも大丈夫、もう一度つなげるはずだ。もう一度つなごうって約束して、ゆっくり話した手だから。よーし、頑張るぞ。いきなりどうした、直し。気合を入れて頑張ろうって思ってさ。それにしても今日はいい天気だな。久しぶりに生徒たちとサッカーでもするか。張り切りすぎてまた怪我するなよ。俺の仕事を増やすのだけは勘弁してくれ。大丈夫大丈夫。今度はその言葉信じることにするよ。未来は遠い。でもだからこそ、そこに向かって歩いていく楽しさも、たどり着いた時の達成感もあると思うから。この道の先に俺たちが笑い合ってる未来があることを信じて、今は前に進むだけだ。この3ヶ月、別れを惜しみたくなるくらいには充実していました。絶対教師になって戻ってくるとは言えませんが、退屈だらけの毎日の中でとても大切なものを得られたと思っています。水島ちょっと春樹先生、やだな、この人泣いてるし。最初はゲッって思ったけど、なんだかんだ言っていい先生だったよな。ああ、そうだな。俺ら寂しいよ、水島先生。ひくちゃん先生、僕泣きそうだよ。泣くな、別れが辛くなるだろう。いなくなるのが寂しいって思えるくらいにはいい先生だったと思います。なんかあんまり嬉しくない言われ方だね。みんな起立。水島先生、今までありがとうございました。どういたしまして。水この3ヶ月間、長いようで短かったな。本当にいい経験になったよ。小谷、誘ってくれてありがとう。まあ、
俺はきっかけを与えただけだからな。そんなこと言って、小太郎先生、本当は感謝されて嬉しいんじゃないのか？うるさい。昔の僕と今の僕では、少しは変わることができたかな。少なくとも、俺はそう思うぞ。ああ、最初はどうなることかと思ったけど、俺もお前に教えられることもあったし、感謝してるよ。僕も春樹先生には感謝してます。最初は鬱陶しい人だと思いましたが、その明るさが羨ましくもありました。水島、それは悪いけど遠慮するよ。僕はセンチメンタルは苦手なんで。一人で帰る。わかった。それならここからお前を見送る。最後までカッコつけやがって。昔はあんなに泣き虫だったくせに。年寄りは昔話を語りたがるから疲れますよ。お前も言い返すようになったな。俺は言い返されてばっかだったぞ。反抗期だったということにしておいてください。それじゃあ、お世話になりました。ありがとうございました。おお、水島がお礼なんて言ってるぞ。僕だってお礼くらい言いますよ。これからも女の子一人で大変だろうけど、頑張ってね。不節制して体を壊すなよ。また年寄り臭いこと言って。大丈夫だよ、小谷。じゃあ、行くよ。ああ、またな。またいつでも遊びに来い。僕の方こそありがとう。君に会えてよかった。お前に二つ報告したいことがあるんだ。まず一つ目、鳴子から手紙が来たんだ。新しい生活を順調に送ってるって。ああ、力になってくれたのに俺に事情も言わず立ち去って悪かったって。両親の離婚で経済的に学園に通うことが難しくなって諦めたんだって。本当の理由も書いてあった。けどやっぱり星が好きだから、星に関わる仕事ができるように毎日努力してるってさ。いや、俺は何も。そうだったらいいけどな。とにかく本当に良かった。それともう一つなんだけど、ヒロキが目を覚ましたんだ。ある日突然目を覚ましたらしい。
今はまだ安静にしてなくちゃいけないらしくて、彼女から連絡が来たんだ。本当によかった。それでまだ嬉しいことがあるんだ。彼女と付き合うようになったってさ、今後は彼女がヒロキを支えていきたいって。だから退院したら真っ先に報告に来てくれるって。ああ、早くあいつに会いたいよ。話したいことがたっくさんあるんだ。ああ、そうだな。俺さ、何もかもが壊れていくと思っていたけど、本当は何も壊れてなくて、自分でそう思い込んでいただけだって気づいた。おいおい、なんでお前が泣くんだよ。じっとしてろよ。今、俺が拭ってやる。俺は、お前との未来が壊れないように守る。だから、待っててくれよな。
怖いんじゃなくて、ちゃんとお前をくださいって言えるかが心配なんだ。俺の人生がかかっている大事な日なんだ。これから先ももっとお前を惚れさせてやるぞ。任せとけ。そうだな、あの時のことは緊張しすぎてて何も覚えてないんだ。だから今日くらいはちゃんと覚えておきたい。今日もしお前との結婚をご両親に認めてもらえたら、お前を正式に俺のものにできたってことになるだろ。そんな大切な瞬間を忘れるなんてもったいなさすぎる。何を今さら。もうずっとお前は俺の一番大切な人だ。そしてお前の両親は俺の大切な人をここまで立派に育ててくれた人たちだ。嫌われたくないし、そんな人たちに俺を認めてもらいたいし、好きになってもらいたい。今は泣くな。これからいっぱい泣かせてやるから、涙を取っておけ。もちろん嬉し涙の方だぞ。そうか、すっごいロマンチックなつもりだったんだけどな。おかしいな。諦めるわけないだろ。そんな心配はしなくていいぞ。その時は俺が何としてでもお前の父上殿に認めてもらえるように全力を尽くすから。お前は安心して俺のことを好きでいてくれればいいんだ。緊張は今もしてる。でもこれぐらいのこと、お前を手に入れるためだったらなんてことないんだ。どんな苦労でも努力でもしてやるし、そのつもりだ。だけど、お前の気持ちだけはどうにもならない。もちろんお前を幸せにするためには何でもするつもりだけど、もしお前の気持ちが俺から離れてしまったら、
そうか、そうだよな。お前がそう言ってくれるなら、あとは俺が頑張るのみだな。よーし。そろそろ着くな。お前が好きだ。これからも一緒にいような。愛してるぞ。スターリースカイインオータムポータブル。